今日の一問一答ですね。介護支援分野。認定という単元になります。次の記述は正しいか誤りか答えを。問題。主治医検証の項目には認知症の中核症状が含まれる。主治医検証の項目には認知症の中核症状が含まれる。というふうにありますが、これはその通りで丸になります。主治医検証っていうのは認定の時に使うものですね。 認定申請を受けた市町村というのが、主治医さん、かかりつけ医さんにコンタクトを取って、この主治医検証というものをもらうわけですね。で、これを審査判定なんかの元に使うわけです。で、主治医検証っていうのは、一枚の紙になるんですけど、これは表と裏とあるわけですね。で、中身はどういうものになるかっていうと、大きく見ると5つのカテゴリーに分かれているわけなんですが、1つ目というのが、傷病に関する意見。 で2つ目というのが特別な医療についてで3つ目というのが心身の状態に関する意見4つ目が生活機能とサービスに関する意見で5つ目というのが特記すべき事項とこういうふうになっているわけなんですね。で傷病に関する意見というのはそのままです病気ですよね、えー、いつ診断しましたとこういう病気をというそういうものを書いたりとかですねあるいは特別な医療というのはこれは中心静脈栄養を使っているとか 透析をを使ってているるととかか酸素療法をしているとかえそうううようなものですね気管切開があるとかカテーテルがあるとかそういうようなもの。心身の状態に関する意見というのはこれ、心身ですので、心と体の状態ですよね。なので、まあ、例えば認知症の日常生活自立度とか、障害の日常生活自立度とか、認知症の中核症状や周辺症状、まあ、それから体の状態ですね、え麻痺があるとか、え関節の拘縮があるとかですね、褥瘡があるとか、そういったものですね。 あと、生活機能とサービスに関する意見というのは、まあ移動の状況はどうかとかですね、それから栄養や食生活についてはどうであるかとか、それからサービスに関するものって言ったら、まあそのサービス利用による、まあ生活機能の改善の見通しについてとかですね、あるいは医学的管理の必要性についてとか、そういったようなものをですね、感染症があるかないかとか。で、最後の一つ、突起すべき事項というのはこれ何かといったら、まあ自由記述によって書くものになります。 まあ主治医さんというのがこれだけでは不十分であるので、えー、書き足そうというものですね。補足しておこうというものを自由記述によって書く欄というのが最後に突起すべき事項としてあるわけですね。これが主治意見書と言われるものになります。で、認知症の中核症状というのはこれ、心身の状態に関する意見というところに書く欄がありますので、この問題は丸ということになります。えー、繰り返します。主治意見書の項目には、認知症の中核症状が含まれる。というふうにありますが、これはその通りで丸。 ということですね。今日の一問一答の解説は以上です。